さあ、やりましょうか。はい、はい、リモ3日目です。リモ3日目、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。サイバーポップ、あのウルトラマン系が撮ってきました。あ、ウルトラマン系なんですね。そうです、もう編集はできません。そうなんですか。はい、残念。3分以上地球にいたからもうしっかり地球人になってる。そうなんです、残念。昔話は勝てるね。はいはい、今日もですね、みんなのモーターショー、この東京モーターフェスという東京モーターショーの姉妹イベントと一緒に合体して、はい、皆さんに車の楽しさを、そうですね、素晴らしい、体験してもらおうと思うんですけれども、はい、ここにずらーっと並んでいる車、それがですね、いろんな形で皆さんを助手席に乗せて走ります。はい、その辺のところを紹介しようと思います。そうですね。でまずはじゃあ1台目、ホンダの MSX。 素晴らしい、これ素晴らしい車ですよ。まだあの街では見かけることはできないんですよね。なぜかというと動けない。そうなんです。でね、あの MSX、ラジオ上げてください。ラジオのボリューム上げて、ラジオのボリューム上げてください。聞こえます、ラジオのボリューム、ラジオのボリューム上がりました。放送の声もですね、車内に通じています。 FM ラジオ通して、ラジオのボリューム上げてください。はい、じゃあ、まずですね、クワイエットモードというのを選んでください。ダイヤルでクワイエットモード、それで走り出してください。ドライバーは茨城から来たエビちゃんです。茨城にはクワイエットモードがないからわからないね。クワイエットモードわかるかい。ダイヤルで一番左だ、一番左だ、大きいダイヤルを一番左。はい、それでちょっとアクセル踏んでください。スーッと20キロぐらいで走ってください。いっぱい踏むとかかっちゃうんで、エンジンが、20キロぐらいで走ってください。一体何が起こるのか。どうした、クワイエットモードだよ。はい、それで走ってください。アクセル踏めばいいんだよ。僕がやりましょうか。OK、OK、やってごらん。おっ、そういうことです。ほら、見てください。皆さんの前走ってください。音はしないでしょ。電気自動車として動いてます。クワイエットモード、これがやっぱり21世紀のスーパースポーツカーだよね。ずっとこれはあの ラペラーリとか、はい、あとポルシェの名前知らない、あの1億円ぐらいする、限定のハイブリッドカーとか、はい、みんなこうやってカラカラ言いながらしてます。カラカラ言いながら、タイヤが石を巻き込んで、はい、カラカラ落としながらしてます。まあ、でもこれエンジンモードになるといい音がまた、そうですね、そうです、そうです、ホンダのエフマンサウンド、昨日鈴鹿が結構遅くてね、びっくりしてましたけどね。残念ながらね、NSX、ここでは一番速いです。そうです、はい、じゃあ NSX のエンジン指導お願いします。ほら、V 型モード DOHC ツインターボ搭載、 3400cc、 最大出力は507馬力でございます。そうなんですよ、急速のオートマティックプラスパドルシート。はい、これが欲しい人はおいくらまで用意すればいいんですか。2370万円ほどでございますが、皆さんは1台いかがでしょうか。これね、カーボンがついているタイプなんで、はい、天井とかカーボンだし、はい、それからあとスポイラーとかカーボンでしょ、はい、そうすると2500万円以上になるんですね。そしてフルアリボディですね、もう軽々です、軽量化されています。軽量化されているんですが、はい、実際にはやっぱりあの筋肉が大きいので重たいので、この手のスポーツカーとしては割と重量級になるんです。そうなんです、そうなんです、はい、ただそれを凌駕するだけのトルクがハイブリッドカーとしてやっぱり持っているので、走りの方は洗練されているというよりはド迫力です。ド迫力です、はい、という車、後ほど皆さんに走っているところをお見せいたしましょう。楽しいですね。はい、NSX でした。続いて次の車を紹介しましょう。ポルシェ911ターボカプリオ、高級車です。素敵なブルーのカラーリングね、こういったね、あの超高性能な車、これをねオートマチックのミッションで気軽に乗れる、そこがポルシェですね、はい、ちょっと気軽には乗れそうがないんですよね。いや、これは気軽に乗る車ですよ。で、オープンにもしてどんどん街中で目立ってください。はい、オープンにしましょう。
しまわれて炎が通ってるでしょ、はい、こういうところがやっぱりあのお金持ちの趣味の国ちょっとあのトランスフォーマー的ですね。あっという間に変身したような感じですよね。ね、はい、お金持ちはこういうことですよ。そういうことですまあ、ポルシェのこの優雅さっていうのを十分味わえるんですよね。そうですよね、馬力とそれからトップスピードはでも半端ない。はい、水泳大工6頭ツインターボエンジンを搭載しています 3800cc 最大出力はなんとなんと540馬力でございます。はい、はい、じゃあこの4なんですよね。そうです、4人駆動なので非常に安定して走ります。はい、はい、ありがとうございました。最高速度320キロ、お値段の方は2502万円でございます。今2500万円が到着しました。すごいね。はい、あのポルシェは GTR の横に格納してください。ちょっと最初お休みですから。さあ次です、レクサスの GSF。 はい、ポルシェが手がいきましょうか。 GSF カモン。F というのはですね、佐山さん、はい、富士スピードウェイの F、 それからあと、うん、トヨタの富士研究所の F、はい、要するに、ハイパワーですごい車にだけ与えられる F なんです。素晴らしい、うん、GSF これ、スペックの方教えてください。はい、スペックの方はですね、A、エンジンは V 型8気筒 D5HC 4968cc は5リッターエンジンですね。最大出力は477馬力、うん、電子制御、パスオートマチック、モードも2つ付いています、はい。エコモード、ノーマルモード、スポーツレス、モード、スポーツレス、プラスモード、さまざまなシーンで自由自在に扱えるようにして。で、このエンジンがね、やっぱりあの海外のブランドは、エンジンにお金かかっている存在感があるっていうところを、はい、レクサスは注目、着目してますから、はい、そこに負けないような、ものすごいのを入れてきたんですよ。ものすごい入ってます。この V8 エンジン、これ5リッターですけれども、はい、ノーマルアスピレーションですからね、今時、はい、タオルとかついてないわけです。ついてないです。どうも高いんですよ、はい。タオルも多いんですもん、今。はい、なので、ここの迫力を、じゃあ、軽く貸しをして、みんなに見てもらいましょう。どうぞ。おお、ロードスターの NRA というバージョンのサスペンションがあります。ほうほう、それは違いね。
で、あの車高が、法定基準のギリギリのところ10センチぐらいかなに越してます。はい、っていう車、後ほど楽しんでいただきたいと思います。車両は1.9kg。おっ、この車、僕の車なんで、シートもちょっとグリップの違うやつにします。はい、はい、はい、お値段は250万円でお買い求めができます。ありがとうございます。これはちょっと、シートも来ましたね。はい、ほっとしますね。はい、次、ゴルフ R。世界の標準車とも言えますこのゴルフの最高峰と言われます。はい、ゴルフ R はゴルフですけれども、まあ、されどゴルフなんですが、500万円以上するっていうことと、何よりスペックが普通のゴルフと目立ちがです。そうですね、はい、直列4駆DOHC インタークーラー付きターボ、1984cc 最大出力280倍でございますね。で、こういったスペックっていうのは15年ぐらい前の GTR と同じスペック。そうなんですよね。で、それがこのコンパクトからぎゅうぎゅう詰めされています。早いですよ。はい、で、あの乗り心地もいいし、いざ出てる時は荷物も詰めて、はい、コストコに行って荷物山ほど買っても後ろに全部詰めてくれこれに家業も乗ってる状態でね。はい、家業も乗ってる状態です。そうです、そうです。素晴らしいです。はい、主義者これ、まあ、後ほどね、ちょっと楽しんでいただくと集まるかもしれませんが、お値段の方が540万円です。これ、はい、マニュアルミッションなんです。本当だ。で、ちょっとタブ貸ししてください。ノブドイドとパーフェンジですから、エンジンの回転数は6500ぐらいかな。レゾのレゾのいくつですか。8000レゾゾン次分かってますね。6000円ぐらいですね。うん、6000円から6500ぐらい。はい、8000円。ということで失礼いたしました。はい、エビちゃん後で覚えてはい、使ってください。次ですね、トヨタの八郎君。はい、この車両はついこの間あのマイナーチェンジ大きな車に買ったばかりです。そうですね。はい、でフロントとかも非常にデザインが良く、ライト部なんかも刷新されて高級感出ております。そこにですね、テールスライド用として今回この車にはポテンザの RE71R をつけてる。はい、これもすごいキリキリマシンができるんですよ。はい、じゃあキリキリ君行ってみましょうか。キリキリ君行きます。ライバーの松井選手はキリキリ君をやります。今回左レーン、2位というのは松井選手、それから水沢選手、こちらですね。ね、この車とロードスターはね、パワーもないし、はい、まあ、正直価格も安いので、はい、ちょっとこの車に当たった人はサービスということで、サービス、あそこの溝を撒いたところでドリフトします。いいですね。ね、はい、あの AMGGT とかそれから NSX じゃないのって、そんなことありませんよ、こちらドリフトするんですよ。ドリフトします。どっちがいいかは当たってみてください。そうですね、これこれ楽しい世界に持ってきてますからね。そうなんですよ。とにかくいろいろとね、刷新されたことで非常に車としてまとまりがさらに良くなって、はい、で一番得意なところの運動性能の高さ、はい、これを体験してもらうためにさっきも言った通り努力もしますし、はい、この車の良さっていうのは十分分かったと思います。そうですね、はい、人気もです。水泳大工4等 DOHC 1998cc 最大出力は207倍に非ミッションがつくのマニュアルです。お値段の方が298万1180円でございます。それはこの中に、お手元には、はい、安い価格となっておりますが、はい、まあ、でも走りはなかなか、自分を極めるのはそうな、練習に1000万円ぐらい使わないと、はい、あそこまでですか、極められないと思います。はい、それぐらいありがとう。かなりあの街並みのビデオがありましたよね。はい、ベンチ作りがありました。新型です。はい、ありがとうございます。はい、続いてはメルセデスベンツから AMGGTS。 さあ、来たよ。130周年記念年賞ですよ。はい、創業者誕生から130年を記念した決定モデルでございます。ドエリアーアブルクですね。ドエリアのギターを
ビトルビトルのこれ2つパワーがついてるビートル。はい。で、エンジンの方は何じゃですか。はい。DOH-V型8 とツインターボチャージャー付けでございます。うん、3982cc、最大出力は510馬力を誇ります。うん、通信などもすごい。はい。この車両のエンジンの迫力をやっぱり音を聞いてもらうことで一つ受け取っていただきたい。そうですね。はい、じゃあ軽くしどうぞ。うわ、これはすごい。これがね、ちょっと音が良くね、ウルブ震えるぐらいのね。悪そうですね。はいはい、悪そうですね。そうですね。不動産一発当てた人だな、乗りそうな。これはいいじゃないですか。ちなみにお値段は2140万円ほどでございます。うん、はい。いやあ、ありがたい。もうこの上質な空間の中に、はい、このワイルドなエンジンと、はい、それから優雅なボディ、はい、これがやっぱりニースカンヌで日常的に使われる車の条件ですね。ニースカンヌでございますね。どうかあります？いいえ、写真しか見たことありません。俺もです。大丈夫。みんなも行ったことない。はい、大丈夫です。あの一方的なイメージでいきましょう。はい、はい、ありがとうございます。続いて BMW の M4。 BMW の M4、 これがピッションさんを一気に割りしたいというこのシーマスの流れ。そうですね、これはいいですよ。この車はね、なんとマニュアルなんですよ。マニュアル、はい、はい、マニュアルミッションなんです。 BMW 誕生から100年を迎えた今年、はい、あと音もね、こんな、はい、普通のドアのクーペで、はい、で、まあ、一見普通の車に見えるんですけれども、そうですね、すごい音します。はい、じゃあ松井選手、松井選手軽く足をお願いします。はい、あ、 OK です。ね、すごいでしょ。で、これおまけにですね、ドリフトがバシバシ決まる車なんで、夕方のエクストリームドライブではこの車を使ってドリフトします。やっちゃいます。この車両にもポテンザがつけてあって、はい、で、ポテンザのグリップの高さも、さらにね、この車は本当にいいな、乗ってみたいなと思ったら、はい、斜め前にある BMW の東京ベイという販売店。そうです、ここから程近いです。そうです、このブロック1個ですね。で、そこの車両を借りてきたんで、はい、この車はそこに常駐してますから、はい、だから西田が運転していた堀場鉄色の M4 をもしあんたら貸してもらってください。起動できます。はい、堀場鉄っていいですか。分かりやすいですか。分かりやすい、分かりやすい、気の前が失礼なところに愛情を感じてくださいよ。そう、どういうことですか。なのでこの BMW もし乗りたかったら、東京ベイの方でお気軽に使用ができます。なんかいろいろイベントがあってらっしゃる。今日ね、大道芸の芸人さんたちが来て、はい、すごく子供が盛り上がってるんで、あとで子供がそっち見たいなっていう人はぜひとも行ってください。そのとおり先です。ここ出て、で、そのままヴィーナスポートに抜けて、で、一般の道路に出てから左にトイレに行く。交差点の角ですよね。そうです。東京市にあります。そうなんですよ。まあ、販売店もね、はい、東京モーターショーに行くことはそこと、それからサブ会場と多分機能するんじゃないかなと。はい、まあ、ちょっとスペックだけお話ししましょう。エンジンは直列6気筒の M ツインターボエンジンが搭載されています。排気量は 2979cc、 最大出力は431馬力、お値段の方が1100万円となっております。だいぶ皆さん近づいてきましたね、お値段が。そうですか。そうですか。じゃあちょっとこれも動かしましょう。はい、はい、ありがとうございます。フェラーリの後ろにでも置いとけば。お、じゃあこっちも紹介しましょうか。フェラーリとマクラーレン。これはまあ0100キロフルスロットルライドの方に出すんですけど、はい、そうです。止まった状態0キロから100キロまでドカーンとね、そのスタートの瞬間迫力を皆さんに助手席で感じていただこうという0100。はい、すごいよ。落ち着くな。プロが来てるやつ。俺のような口先さんずんでお金を巻き上げて楽に生きてる男が乗るのだな。そういう悪い車が乗るんですか。全てが F1 という、まあ、文化
でもある頂点のレースを意識させるような内容なんですよ。で、さすがに F1 のトップチーム、まあ、F1 のミスター F1 というか F1 の全てみたいなチームですからね。そうなんで、こうステアリングも上下が今の F1 っぽく、四角くカットされていたりとか、はい、あとはちょっと前の F1 みたいにいろいろな、走行モードがここのボタンで切り替える、まあ、そうなんですね。さらには、ここにディスプレイ、F1 よろしく、いろいろな車の情報がディスプレイされるんです。はい。そしてこのサウンド。ね。で、ここの室内に座れる人っていうのは、やっぱり特別な人なんで、はい、あの誰にでも買える車ではないっていう、深みさなところがムカつくんですけれども、それをやっぱりうまく演出していることで、はい、フェラーリは憧れの会社に。そうですよね。で、今回ですね、特別にここに1日2人だけ座れるっていう企画にします。そうなんです、はい、行います。ベルヘル、はい、素晴らしい。この車、セッコはどうなってますか。はい、V型8気筒ターボ 3900cc 最大出力は670万基本メートルの最高です。最高速度は330キロ以上を誇ります。お値段の方が3000と70万円でございます。もうマンションが一つ、値段金額にエンジンって言いましたね。スピーションさん、これエンジン見えてるんですよ。これリアセクションにエンジンが含まれてるんですが、マルゲンにございます。その恥ずかしくない。まあ、こういう演出に一番最初にするフェラーリなんですけど、みんな真似してますね。今マクラーレンも少しね、マクラーレン SX もみんな見えるような感じ。はい、これエンジン見えない、見せないでるんですよ。もうそれぐらいありがたい、隠し事ないから。はい、じゃあ次、ここにあるマクラーレン。じゃあもう一度、マクラーレン。まあ、高い車は、まず最初に何が必要かっていうと、変なドアの開き方。ほら。すごいんですよ。はい。これ、よし、ここに、ご存知いただいて。おやったね。皆さん、拍手を。皆さん、ぜひともお付き合いください。はい、ミッション23のリングをこれにてスタート。